はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちら新しいコーヒーの抽出器具、アメリカンプレスを開封していきたいと思います。はい、こちら、実は僕結構前から気になっていた商品で、友達にね、一回使わせてもらったこともあるんですよ、実はね。僕がすごく欲しがっていたのをね、知った友達が、一回うちに持ってきてくれて、使わせてもらったんですけど、すごく、実際使ってみて、高級感があって、で、美味しいコーヒーも入ったっていうのはすごく覚えてて、ちょっとまあ、昔のことだからね、あんまり詳しく覚えてないんですけど、すごくそれを使って、実際使ってみて、俺、ちょっとこれ買いたいなと思ったんですよ。だから結構前から、まあちょっと値は張るけど自分で買いたいなと買おうかなと思った商品なんですよね。だけど今回ね、たまたま商品提供いただけたんで、こちらねご紹介していきたいと思います。まあこれ簡単に言ってしまうと、フレンチプレスに近いのか、いやでもフレンチプレスではないんですよね。実際使ってみてそう思った。フレンチプレスではない、エアロプレスにもまた近いかな。なんかね、圧力をかけて抽出する、まあコーヒー器具っていうか、なんかもう根本的にね、今ある既存の抽出器具とは全然違うんですよ、抽出方法が。だからちょっとね、これ気になっていたんですけれども、じゃあとりあえず開けていきますか。いいよと。パッケージは英語ですけど、これアメリカのカリフォルニアだったかなが発祥らしいです。おお、あーすげえ久しぶり、これ2年ぶりぐらいかな。ほら見てこれ、結構でかいのよ。これ初めて触る前に、前情報としてネットで調べた段階ではかなりね、もうちょっとフレンチプレスに近いっていうか、ちっちゃいと思ってたんですよね。だけどこれ見て、このガラスの厚み、これ分かれるとこんな感じになってんだけど、まずこのこれサーバー部分っちゅうのかな、コーヒーを抽出するこの入れ物部分がすごいね、分厚いんですよ。でそんでもってこのハンドルかな、もうすごいゴツくて、メタリックな感じ、なんかこう男心くすぐられるよね。メタルの輝きとね、この質感がすごく高級感ある。これ初めて見た時ね、興奮してすぎてね、友達に笑われたんですよねすごいすごい楽しそうに出てるって言われて、やっぱ改めてみてかっこいいわ、このゴツさよ。まあ簡単に言ってしまうと、これハンドルかめてこうやってコーヒーを押して抽出するんだけど、とりあえずこの最大の特徴としては、このハンドルの先っぽについているこのフィルターバスケット部分ですね。フレンチプレスってさ、普通は、はい、この先っぽに、フィルターだけがついていて、ここに粉を入れてね、お湯を注いでこれをこうこしていく感じになるんだけど、これは全く違うんですよ。この先っぽにこれ、この粉を入れる空間がついていて、これをこうはめ込んで、お湯を通過させてあげるっていうのかな、粉をほぼ動かさない状態で一箇所に溜めたままこう押してあげてあげることができると。だから要は、攪拌があまりされないってことですね。攪拌によって豆にかかるストレスとかがあまりないから、多分クリアな味わいになるんじゃないかなと思います。そこはこのエアロプレスともまた違った部分ですね。こっちは粉がこうお湯にこう浮く状態なんだけど、こっちは全く動かない。ただ個人的にね、今までコーヒーの粉を動かさないってことに関してはあまりこういいイメージがなかったんですよ。例えばさ、このマグカップみたいなものにお湯を先に入れて、でそこにコーヒーの粉を閉じ込めたこう棒とかバッグみたいなものを突っ込む、ジャボッと突っ込んでこう抽出するみたいな器具あるじゃないですか。例えば紅茶でいう、ティーバッグみたいなもんですよ。ああいうタイプのコーヒータイプってあるんですけれども、あれね、あんまりこうコーヒーが全体的にこう抽出うまくされないんじゃないかなって、コーヒーの粉が自由に動けないからって思ってたんですけども、これの場合は要はもう完全に確実にコーヒーのお湯がこの1回は通過するわけだからね。しかも圧力がかかってね、コーヒーの粉から成分をしっかり出してくれるわけだから、これねすげえ画期的だなと思ったんですよ。でまあ他にもね、結構見どころっていうか気になっている、魅力的な部分はあるんですけれども、とりあえずコーヒー入れてきますか。1回は入れながら話しましょう。はい、じゃあやっていきます。分解するとこんな感じですね。こっちのゴムのパッキンも、まあ、取れるっちゃ取れそうなんだけど、とりあえずまあいいでしょう。このアメリカンプレスのパーツをそれぞれに分けると、はい、こんな感じ。まずサーバー部分とハンドル部分と、まあ、注ぎ口ですねがついておりますと、コーヒーの粉を入れる、フィルター付きのバスケットで、この逆側ですね、こうコーヒーがこう通過するわけだから、もう一個のフィルターがついていて、そのアダプターですね。本当にそれぞれのものがすごくしっかりしてるから安っぽくないっていうか、こう
手に取りやすさがあるから、最初僕がね、新商品って聞いて、危惧していた安っぽさ、チープさがないです。かなりそれぞれがガシッと、しっかりハマりはできています。はい、それじゃとりあえず一回全部洗います。うん、物がでかいからすごく洗いやすいね。はい、そしたらこのコンテナ、バスケットの中に入れる、粉を測っていきたいんですけれども、何グラムがいいのかな、サイトを見ると中入りの豆を中挽きにして 20g 使う。で、お湯が 355ml そうです。まあ、中入りってことはシティ前後か。じゃあこの豆を、20g 測りまして、引き加減はペーパーと同じか、まあ、ちょっと粗くてもいいかな。さあ、それではこいつに粉を入れていきましょう。これ別売りのファンネルです。これを使って粉を入れます。うん、簡単ですね。あー、ただちょっと粉多いかな。どうだろう。よっ。あー、いいんじゃない。うん、むしろぴったりって感じ。ギッチギチに粉が入りますね。で、蓋を閉めて、よいしょ。うん、粉が漏れる心配なさそうですね。うん、全然大丈夫。かなりの網目が細かいから、これ多分微粉とかもあんまり出ないんじゃないかな。よし、じゃあこいつと、合体させて、うん、はい、完璧。これだけでめっちゃかっこよくないですか。これはね、準備してて楽しいわ。はい、それではいよいよ入れていきます。これにまずお湯を355、あ、ここにメモリがあるね。はい、ぴったり入りました。うん、メモリもバッチリ正確。よし、じゃあこれにこいつをぶち込みます。よいしょ。えい、この粉をお湯に、浸します。はい、浸しました。浸したところでこれで、30秒くらい蒸らします。まあ、抽出の仕方はいろいろあるみたいなんですけど、まあ、そこは後々調整するとして、とりあえずこれで30秒蒸らします。はい、30秒経ちました。そしたら、ここから30秒から1分かけて、プレスしていきます。よっ、どんくらいかな圧力は。あ、結構ね、圧力かかってかかってる。確かに重みは来るだけど、エアルプレスほど硬くはないかな。うん、簡単に押せるけど、確かにコーヒー、あ、ちゃんと通過してるよ。ほら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 、このフィルターに入った粉をしっかりお湯が通過してコーヒーが出ています。エアロプレスほど硬くはないけど、適度に圧力がかかって、うん、コーヒーをしっかり出してくれてるんですね。うん、押しやすいな。ハンドルもでかいし。よいしょっと。OK。しっかり一番下までつくね。うん。OK。できた。見てこれ。なんか、おしゃれなデカンタって感じじゃない？そう、デカンタって感じ。てか、あ、ちょっと待って。持てる。今、さりげなく持っちゃったけど、ガラスがね、ガラスなのかなこれ、熱いからほんのりあったかいんだけど全然持てるわ。あ、これいいな。フレンチプレスとか持てないからね。でね、あー、めっちゃコーヒーの色がすごい綺麗。僕ダブルウォールカップがすごい好きなんだけど、ガラスのやつね、あんな感じですね。ただこれ僕の大好きな金属フィルターなんですよ。だからちょっとね、コーヒーのオイルがね、しっかり出てんだよね。普通のペーパーフィルターとかだと、カットしてしまうコーヒーの油分っていうね、まあ、美味しさもしっかり出してくれるから、多分ね、飲み応えがあると思う。うん。
これ中入りだけどコクがあって、うん、多分ね飲みやすいんじゃないかな。いやなんかね、もう入れてる時だけで楽しいんだよね、すごい。もうあのね、味をね想像するだけで。よっと、さあどんなもんかな。おー、ちょっと色は薄めだね。うん、さっぱり系な感じ。あ、注ぎすぎちゃった。あー、すげえ綺麗で、あ、ちょっと待って、ね、注ぎ口のね、お湯切れっていうかコーヒー切れがすごいいいですね。ほら、こんな感じなんやけど、あの、全然垂れてない。裏漏れゼロで、うん、すっごいね。うん。あ、注ぎやすいわ。で、飲む前にもう一作業だけちょっとさせてください。これ、アメリカンプレスのいいところ、もう一つポイントとして。これさ、多分、あー、オッケー。これ抜けばさ、あの、フレンチプレスみたいに粉がこう、下に残ってちょっと濃くなるとか、っていうことが避けられると思うんだよね。これ外しちゃってさ、よいしょ、 OK。 これはまあ流しにでも置いておいて、あとはこの蓋部分だけすれば、ほら、僕がねちょっとフレンチプレスで少し気になっていたその部分、下に粉が残ってしまうと、あと掃除がしにくいって点がすごいクリアされてるんですよね。まあ、細かいこと言うと、順序としては、今これ僕注いでから外しちゃったけど、最初にこう外しておいてね、でそれで濃度を一回均一にしてから、こうやってカップにね注いだ方がいいでしょう。もう一回こう粉を通過させるわけだから、まあだからそういう自分の用途に応じてこう発展させていける楽しさがありますね。よし、じゃあ説明もねある程度じゃあ済んだところでいただきます。今日の豆はケニアだったかな。はい、じゃあいただきます。うんうんうん、あ、甘い、うん、そしてクリアだね。うん、濃度自体は決して濃くはない、ある程度さっぱり系ですね。だけどコーヒーのケニアの持っている香味はしっかり出ていて、でそこにあの油分がプラスされているから、適度に、そう、適度に飲み応えがあって、そこに何だろう、油分によってこう丸くなったっていう感じで、甘さがコーヒーの持っているこうフルーティーさみたいな香味に油分が加わって、うまい、よし、舌がねすごく幸せを感じる味になっている。うん、あ、うまっ。うまっ、マジでうまい。いや、全くね、新しいコーヒー抽出器具ってすごく、まあ、久しぶりだったけど、これはいいわ。で、大体ね、僕これ、あの、コーヒー入れた後の後片付けをするとき、フレンチプレスだとちょっとね、あの、めんどくさいなって思うんだけど、これだったらさ、もうそもそもこの物もでかいし、まあ、洗いやすいし、スポンジとかまで入れやすいだろうし、手が入るから。あと、粉が入ってるのはこれだけ。だからさ、もうこの、これをこのゴミ箱に、バッバッとやって、ここだけ片付ければ、あとは、どこにも粉ついてないからね。フレンチプレスと比べて明らかに絶対洗いやすいと思う。ちょっと待って、今粉の話したけど、これ微粉どうなんだ。ちょっと全部注いでみますわ。あー、あ、オッケー。はい、こちら見方によっては結構あるなって思うかもしれないけどね、すっごいこれがね細かいんだよね。わかる、この粒子の細かさ。うん、確かにあの後半の方は若干粉を感じるんだけど、その粉はめちゃめちゃ細かいから、あの不快感は全くないですね。最初に注いだこの上の部分は確かにあの上澄み感がある。だから人によっては注ぐ前に一回ちょっとさっと混ぜてからそっと注げば、まあ均一にできるだろうし、ただ俺どっちも好きだわ。あんまりにも粉粉していたりザリザリしてるとすごく嫌だけど、これあの僕が前に紹介したマクマのカフェメタルみたいにすごく細かいから全く飲みにくくはない。これはこれでさらにちょっと飲み物が加わって美味しいですね。うん、あ、両方好き。 うまい。これね、あのアメリカンプレス入れ方によっては、てか蒸らしとか抽出時間によってはよりあの濃くしたりだとかいろんな調整も効くらしいんですけど、そういう技に加えてこの注ぎ分けるっていう新たな楽しみ方もあるかもしれない。うん、やべえ、これはあり。だいぶときめいている。やっぱこういいね、いいね、こういうすごくいいこう抽出器具に出会った瞬間ってさ、ここからさらにまあ改良っていうか自分の好きにこうカスタマイズしていける余地があるから、これ楽しいわ。でね、
メリットとしては何かな。デメリット、 100% 正直に言うと価格以外ないかな。うん、価格がまあこれあの1万円超えてるからね、かなりお高いものなんだけど、でもこれ1個あればコーヒーできちゃうから、まあ見方によってはさ、まあサイフォンとかだったらさ、あの他に周辺器具とか揃えたりしなきゃいけないし、それであのトータルまあ1万円超えることもあるしさ、まああとペーパードリップでもドリップポットドリッパーまあいろいろその辺も含めて揃えたらまあ5000円は超えるし、器具がこれとまあ要はコーヒーを引く見るさえあればいいっていう考えにするんであれば、全然まあありなんじゃないかなと思いますね。コーヒーの、入れる手軽さを重視したい、だけどちょっと、気分によって入れ方変えたりカスタマイズしたりちょっとこだわりが欲しいとか、うん、そういう人にまあありなんじゃないかな。前に僕クレバードリッパーを紹介しましたけど、あれあのコーヒーメーカーの代わりになってすごくいいよみたいな話しましたけど、それよりこうワンランク一個自由度が上がった感じがして、うん、これアメリカンプレスすごいいいと思います。入れててね本当に楽しかった。これからちょっとマジで使っていきたいと思います。正直に、ね、入れてる時にあの粉が爆発しないかなって、結構粉って膨らむからさガスが出て、危ないかなと思ったんだけど、そんなこともまあなかったし、ちゃんとねしっかり本当止めてくれてるし、あの安っぽくないからね。でもちゃんと空気穴っていうかあのメッシュのフィルターがあるからガスは抜けていくだろうし、ね、うん、すごくいいと思います。まあ明日以降ちょっといろいろレシピも試してみようかな。まあ公式サイトにいろいろ書いてあったからね。で、そうだ、これキッチンにポンと置いておけるからさ、シンプルだからほんと変になるし、なんかさっきからめっちゃ褒めちぎってるけどさこれガチでその意見だからね。まあだからもし今後いい点も悪い点も新しく出てきたら動画とかまあ生放送とかでもちょっと紹介するようにします。今んとこパーフェクトって感じですはい、というわけでじゃあ今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日はアメリカンプレスのご紹介でございました。一応下に、ね、リンクも、しっかり貼っておきます。もしよかったらチェックしてみてください。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。あーうまい、マジうまい。てか、うん、なんかフレンチプレスと、そうね、本当にエアロプレスのアイノコって感じだけど、俺はどっちよりも好きかな。高校のコじゃなくて、高校のコって感じ。